こんにちは。私、人生初、スターバックスのフラペチーノなるものを飲んでみようと思います。しかもなんかほんとつい最近なんかその新作が発表されたらしくて、なんだろう、メロン味のやつだ。これウーバーイーツで注文できたんで買いました。あ、これお菓子のやつね。なんかさ、2ヶ月前ぐらいなんかスタバのホラーゲームみたいなの俺やったよな。閉店事件やったっけ。あんな感じのなんかあれなんですか、現場なんですかね、やっぱスターバックスも。ちょっと待ってな、中身全部これで全部か。ストロー何これ、この忍者とかこう水筒の術つってこうフッてなんか矢みたいなのをこう放つやつじゃないのこれ。ふっと、あ、なるほどね。でもこういうことか。あ、見てください、ちょっとやっぱまだ出来たてなんで表面がちょっと氷結してますけど、結露してる。裏側にこのメロンの果肉と表側にこのメロン味のなんかスムージーっていうんですか、フラペチーノがしっかりと、はい、盛られてます。ちょっと中身開けたろうか、これ。うわ、すんごいレモンの味する。レモンじゃない、メロンの味する。メロンの匂いする。うわ、メロンだ。じゃあもうこのままいこうか。いただきます。うわ、めちゃくちゃメロン味する。ね、めっちゃ美味しいやん。てかアイスみたい。アイスがシャーベット、かき氷っていうのかな。うん、うわ、冷たい。これ頭にキーンってくるわ絶対。今年初かもそれ。頭にキーンってくるやつね。そのままこうなんか血管切れて死にそう。あー、甘くて美味しい。あと思った以上にこのメロンの味するわ。しっかりとしたメロンの味する。かなりしっかりのメロンの味する。しっかりめの、うん。外明るいな。えらい蛍光灯の明るさに、ま、なんか明るさが負けてるし、外の明るさに。なんか逆光とかになんか見えづらいとかあったら教えてください。わ、なるほど、こういうフラペチーノのなんかいろんな味があるわけや。いちごとか、あと抹茶フラペチーノとか、あと前ホラーゲームでやったんがなんかキャラメルラテマキアートとかあんのやろ。キャラメルマキラートとか、なんとか、ダークモカ カフェプラペチーノみたいな、あんねやろ。これどうなん、なんかウーバーイーツやとさ、細かい注文できなかったけどさ、やっぱ店頭とかだとトールサイズとか何スモールサイズとかなんか注文で言うんやろ。ラージとかで、なんかミルク少なめとかこの果肉多めとか言うんやろ。そういうカスタマイズが臨機応変できるのもね、なんかスタバの魅力だよね。うわ、頭キンってきそう。これカニクゾーン来た。これごめん、人生初って言ったけど俺普通に飲んだことあるかも。抹茶のやつ何回かあるかもしれないすいません。イチゴか抹茶か、ん、何これ。あ、そこのこの果肉が太すぎてストローで、それで、あ、だから太いんだ。奥の方に果肉が詰まってるから、それを吸い上げるためにしょ、太めなタピオカのストローみたいに。
デザートって感じ。これをあれがおしゃれな学生さんとか、ね、リーマンさん OL さんとかが注文して外で飲んでるのこれ歩きながらなあ。なるほど。うん、ああうまい。普通になんかデザートとしてクオリティが高いと思う。全部吸い上げました。あの歯医者でこう治療中ドリルで虫歯とか削った時に出てくる唾液とか、そのなんかスプレーみたいなやつ、薬液をこう吸い上げる掃除機みたいにこう、でも全ての水分を吸い上げちゃったので一応ね、これだけでなんか空腹が満たされないと思ったんで、スタバ名物ですよこちら。はい、こういうスイーツ系も注文してみた。これは、チョコレートクリームドーナツというやつらしいです。これはマジで初めて食うと思う。表面がなんかでもすごいチョコチップみたいなのでコーティングされてる。もともとの生地がまずチョコレートベースやろ。そこにさらにこのチョコレートの液体を振りかけて、その上にさらにチョコチップ、なんていうのこの細かい細いやつ、チョコビーンズっていうのかな、をこうやって、だからもうトリプルチョコレートで、さらに中も多分チョコレートクリームが入ってるってことやろ。割ってみる、これ割ってみてもいいんじゃないか。なんかクリームっぽいと多分入ってるわ。うん、うわぁ、あ、でもなんかなるほどって思ったのが、これ甘すぎない。こんだけチョコレートしてんのに、うん、かなり甘さ控えめや、全体的に。ブラックカカオなんちゃうこれ。中のチョコクリームはちょっと甘みかかってますね。あ、でもこれえらい。うん、全然くどくない。おお、これはよくあれだわ、改良を狙えてるわ。うん、甘くないって言ったら語弊があるけど、いや甘いスイーツなんやけど、おえってなる甘さちゃうねんこれ。うん、おお、スタバってやっぱすごいな。コーヒー飲むだけじゃないんや、ただのカフェだと思ってたわ。あのクオリティ高い。レベルの高いオールウェイズを提供してくれるんだ、さすが天下のスタバや。昔のスタバかなんかのバイトの面接をしたな俺。普通に愛嬌がなかったよな。うん、うん、
あ、美味しかったです。いや甘い系に甘い系やったけど全然食えたし、なんかまだいけるって感じ、正直。うん、なんかしょっぱい系もあるんですよね、スタバは。サンドイッチとかしょっぱい系も今度試してみようかなと思いました。普通の味は美味しいわ。どうです。